特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆーちゃまの独り言。ウルトラマン、ブレイザーカフェに行ってきました。どうもゆーちゃまです。心斎橋のところで、ザ・キャラカフェっていうね、お店がやってたんですけど、もうね、こういうコラボカフェと呼ばれるところに行ったことがなくて、ドキドキでしたね。もともとブレイザーカフェっていうのは、東京でしかやってなかったんですよ。あ、いいな東京って思ってたんですよね。なのでこうね、それが好評ということで大阪で開催されたんですよ。ちょうどねブレーザー熱が上がってたんですよね。ブレーザーブレスのねメモリアルエディションを予約したりとか、ブレーザーの映画を見たり、もうねブレーザーは単体の作品として僕すごく好きなんですよね。本当に面白いんです。なんかウルトラマンシリーズを全部めっちゃ見てたわけじゃないんですけど、ブレイザーをこう履修して、ブレイザー面白いなって思ってて、まあそのこう勢いの中でブレイザーカフェってことだったんで、まあありがとうという感謝の気持ちを込めてブレイザーカフェに行ってきました。もうソロ参戦ですよ。一人でも行く。ブレイザー好きの友達周りにいてないっていうのもあるんですけど、こうねコラボカフェに行って感じたのが、一人での参戦でも全然大丈夫でした。なんか浮くのかなとか、コラボカフェって友達とかお連れの人いないとあれかなとか思ったんですけど、全然お一人様でも大丈夫でした。注文も、ま、携帯から QR コードで注文って感じで、今風って感じでしたね。うん。商品とかもその時間に買っていただくみたいな、制限時間内だったら全然追加注文とかも OK みたいな感じで、普通にメインのオムライスとサイダーのドリンクを一つずつ頼んだって感じでしたね。うん。なんかああいうコラボカフェってイメージめちゃくちゃ量が少ないとか思いがちなんですけど、全然そんなことなくて美味しかったですね。サムネイルとかにも映ってると思うんですけど、懐かしいオムライスって感じでしたね。ケチャップももうザ王道と言わんばかりの味で、あーこれだよこれみたいな、なんかそんな感じのオムライスでしたね。うん。コラボカフェ内ではブレイザーの映像が流れてたり、店内にはブレイザーのグッズとかいろんな装飾飾り付けがされてて面白い空間でしたね。なんかブレイザー好きの部屋みたいな、なんか楽しかったです。うん。こういうコラボカフェって自分の好きな作品だと嬉しいんですよね。うん、そう思いました。また何かねそういう機会があれば行ってみたいです。ブレイザーカフェ楽しかったですよ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。